こんばんは、おはようございます、みなみです。はい、ということでね、皆さんサムネ見たと思いますが、みなみ花粉症治りました、イエーイ。ということでね、花粉症の方、皆さん花粉症辛いですよね。そのね、治し方というか、みなみがなんで治ったのかをね、話したいと思います。それではレッツゴー、パチ。はい、ということでね、なぜ治ったのかの前に、みなみはどれぐらい花粉症だったのか言いたいと思います。はい、毎年毎年鼻水、そして目のかゆさ、くしゃみがすごくて、もう鼻噛みすぎて、もう鼻の皮むけて、もう目も充血してっていう感じで、眼科にもいた、もう花粉すごいね、大丈夫って目見ながら、見られながら言われました。はい、それぐらいのね、重症でした。なのに治ったんです。なんで治ったかっていうと、ファスティングダイエットをしてから治ったんですよ。はい、ファスティングは水だけしかね、飲まないです。なのでね、それをね、1週間一度だけやるだけでも違うと思うのでね、みんな治したい方とか、花粉症辛いよという方、やってみてください。以上、みなみでした。バイバーイ、アンニョーン、終わり。